フライパン物語。材質やカラーを選んで世界に一つだけのオリジナルフライパンを作りましょう。まずは材質と内面加工を選びます。鉄フライパンは長く使える一生もの、内面はクリア焼け付け塗装がスタンダード。ハードテンパー加工は錆びにくくこびりつかないのが最大のメリット。次はアルミフライパンのご紹介。ヘアライン磨き仕上げは細かな火力調整に有効的。フッ素樹脂加工はこびりつきにくくお手入れが簡単。材質を決めたら今度はサイズを選びます。1人から2人暮らしには20センチから24センチのサイズがおすすめ。3人前の料理には26センチサイズがおすすめです。4人以上の食事を用意するのなら28センチの大型サイズを推奨します。他にも揚げ物料理に最適な深型タイプも3つのサイズから選べます。サイズを決めたらキッチンに合ったカラーをセレクト。塗装なし、レッド、ブラック、オレンジ、ブルー、山吹。他にも季節限定で様々なカラーが選べます。最後に持ち手を選びます。樹脂製は熱くなりにくいのがメリット。木製も熱くなりにくく人気の持ち手です。金属製は耐久性に優れオーブンでも使用可能。ステンレス製の両手持ちはプロも愛用する持ち手です。さらに贈り物に最適な内入れをすることもできます。あとは商品の到着を楽しみに待つだけ。町工場の職人が一つ一つ丁寧に仕上げたフライパン、あなたの生活にフィットする世界で一つだけのフライパンを作りましょう。藤田金属です。